おはようございます。くにちゃん、はい、おはようございます。よろしくお願いします。リンゴルフで女子で優勝された方でございます。くにひろさんです。よろしくお願いします。今日は優勝された方の特別な日となってますので、はい、皆様温かい目で見守ってください。後ろにもバッと書いてあるんですが、ヤマハのゴルフスタジオにやってきました。ヤマハのクラブは打ったことありますか？ずいぶん前に女性用のは1回使ったことがありまして、 D-201 なんていうタイプなんですけど、知っています。なるほど。それ以来なんでドキドキです。じゃあこれは楽しみですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずセンサーがついたシャフトを振っていただいて、スイング中にどのくらいしならせられているか、今まではヘッドスピードが速ければ硬くするとか、はい、体格が良ければ重たくするとかっていう選び方をしてたんですけども、そういう方にはまらないお客様もいますので、それを検出するっていう意味で、この今のスペックは今現在ツアー AD の TP の 4R1、はいはい、R1 っていうのはあの SR 相当なんですね。うーん、まあ、これ軽いのは軽いんですけど、割とハードなクラブですね。お使いなんですね、はい、ウォーミングアップスイングをきれいにしたいなと思ってるんですが、癖が抜けなくて。わかります。おお、ドライバーで求めるものってやっぱ飛距離ですか？そうですね、やっぱり飛距離です。あと10ヤード20ヤードうーん行くとどれくらいなっていう。それでは自分のドライバーに持ち替えて今のクラブを振ってもらいましょう。あの結構スピン量もいいし緩やかなフェードで、打ち出しも18度ついててちょうどいいですよね。で距離がやっぱちょっと飛んでないから、全然飛んでないですね。実際コース行ったらどのくらい、やっぱ180か190ぐらい。180ぐらいだと思います。そうですね、いいあたりで。ここで機械で160だと、はい、コースで170かなってところなんで、もう一回振ってみましょう。今度は捕まえばちょっと左行ったかな、うん、そうですね、175ぐらいかな。はい、数値は悪くないですか？数値は悪くないです。うーん、あの結果関係なくて、はい、シャフトどのくらいしなってるか見るので、はい、思い切って振ってください。もう自分の感覚でしならしてやってください。そのクラブを出せる。シャフトのしなりが出ました。はい、でスイング中にシャフトがこっちにもこっちにも縦にも下にもこっちにもこっちにもしなってるっていう図をこれで見るんですけども、うん、で何センチしならせてたかっていうのが、やっぱりあの道具をのポテンシャルをうまく引き出せてるにはやっぱり10センチしならせてほしいんですね。で今あのが男性用の SR なんです。 50g 台の、はい、それをだいたい8センチぐらいしならせられてるんで、やっぱりもう少し柔らかい方がいいっていうことで、うん、やっぱりレディースの R か、はい、もしくはあの男性用の R ぐらい。じゃあ女性もののこれだったらどんな感じになるのか、はい、ちょっとこれで打ってみてください、はい、練習だと思っ て、はい、大丈夫です。だいたいこう動き出してから 1.7 秒ぐらいで終わってるんで、比較的やっぱりバックスイングがゆったりで、打ち急いでないっていう、ちょっとゆっくりめかなっていう感じです。スイング丸裸にされています。で今ちょっと止まりましたよね。トップです。でここから切り返して下ろしてきました。一番しなってるのは、あでもやっぱすごいしなってる、うん、ここですかね、うん、女性に多いんですね。あのインパクトのスレスレにあのこう絞ってきて、最後の最後でこうグッてくる感じなんで、女性に好まれるシャフトっていうのは先がしなって最後にボーンって戻ってくるシャフトの方がいいかなっていう感じですかね。自分のスイングしますね。フィッティング始まります。今度は回転数とか見ていきます。あ今のはいいですね、距離飛んでますね。あ本当ですか。強い人ですね。一発で出ました。あの回転数もいいです、はい、バックスピン量サイドスピン量いいです。うんうん、ちょっとだけ目標より少し左に出たかなっていうぐらいで距離飛んでますね。今になって185ぐらい行ってますね、うん、普通のレディースクラブ、インプレスの
L ですね。そう、ザ L ってやつですね。ザ L。か13度ぐらいあります。12.5度です。12.5度、はい、うん。悪くなかった感じだけど、ちょっとだけ飛んでないけど、ここの数字は大体一緒ですね。打ち出しも一緒、バックスピンも一緒、サイドスピンも一緒。飛距離がやっぱり短い分出ないかなって感じ。短い。構えた感じとかは、はい、いいですか？はい、違和感ないです。多分これが合ってくると思うんですけど、次レディース R、はい、11.5 度で、今度ちょっとシャフトが長く、ちょっと重くなります。いい音。バックスピン、サイドスピンは大体同じで、球筋同じですけど、飛距離がやっぱりちょっと出てないですね。もう一回やってみましょう。はい、今前渡すね。うん、大体同じだけど、やっぱり距離がご自分のクラブよりは飛んでないですね。リミックスでメンズでやります。シャフトは今回コマが入れてた PP の4シリーズ、はい、同じシャフトでヘッドだけちょっとリミックスでやってみました。長っ。なんか全然画面の中でもなんか長さが違う。あ、やっぱり距離出ますね、うん、こっちの方がね。うん、うん、打ち出し角もそんなに低くない、うん、低くなくて、でも 10.5 度でも使えますよね。あの15度いってればいいん で、 あ、でバックスピンもサイドスピンもいいですし、はい、4本目、中間のクラブ、レディースの R とメンズの SR の中間のクラブ、少しお年寄り向けのクラブ。あ、ヘッドスピードは上がってます。ヘッドスピードは上がりましたね。シャフト寄りに今ヒットしてる感じ。そうですね、うん、これがもしかしたら合いそうな感じがする。あの TP の後継モデルなんで、うん、IZ ですね。 IZ、 IZ、 R2、 重さ一緒でご自分のより少し柔らかく感じる、うん、これ良かった。良さそう、うん、ヘッドスピード上がりましたね。38出ました、うん、軽いから、短いから、うん、なんていうんですかね、ちょっとミスした時の曲がり幅が多いから、やっぱり確実性を求めていくんだったら、やっぱりこのレディース R なんかの方が真ん中には収まってましたよね。うん、あとなんかね、振ってるなんか振り遅れ感とかもないかなと思うんですよね。そうですよね、無理なく、うん、そうそう、無理なく振れてる感じ、うん、アイアンとの組み合わせを考えると、多分こういう純正の方が合ってくる可能性はありますよね、はい、なんかね、全然ね、音と、うん、その体のタイミングがすごく良くて、うん、安い、うん、あれ今ね、当たり場所当たり場所、80点を連発できそうな感じしますよね。そうですね、うん、はい、今のでもやっぱいい、うん、いい弾道なんで、はい、で松崎さんがおすすめするのは、ヤマハはインプレス UD プラス2、はい、レディース R、 はい、大体ヘッドスピードは35-36ぐらいですかね。おお、うん、女性でもアスリートタイプの女性がちょうど合うクラブですね、うん、ロフトも 11.5 度、うん、長さもちょうどいいんじゃないですかね、 44.75。 もうこれは変える必要はないなくて、このままで使っていいと思いますよ、うんうん、どうですか、くにちゃん的には。疲れた時とか、特に冬とか、うん、なんかすごくいいんじゃないかな、うん、使い分けるっていうのも、うん、あるかな、うん、ですけど、うんうん、やっぱりフェアウェイとかユーティリティなんかにはつながりやすいし、うん、こっちの方が、ね、はい、はい、ビディングお疲れ様でした。ありがとうございました。どうでしたか。すごい、いろんなクラブがあって、うん、こんなにやったことがなかったので楽しかったです。シャフトの量が結構ヤマハさんは揃えてるので。そうですね、自分に合ったシャフトを選ぶのすごくいいなと思います、うん、でもヘッドも結構ハートなものからレディースもあって、うん、でレディースも L とか選びたい放題といいますか、はいはい、勉強になりました。今持ってらっしゃるのが結構こうしっかりしたものであるので、もう触れる時はもう断然こちらを振っていただいて、はい、でなんかやっぱちょっと最近触れないなとか思うような、まあ、冬でしたりとか、まあ、なんか体力的にとかあれば、うん、ぜひ使ってみて、はい、ぜひこれが武器になればと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。